おはようございます。今日はお天気が良さそうです。日がちょっと強かった。今はちょっと曇った感じかな。そしてジャン君はテーブルの下赤いよ。クロケンパパはですね、朝一番に、いつも血圧やらなんやらの病院ですねに行くことになります。ちょっと薬をね、そう、飲みはぐれとというかサボった日が多くて、10日10日分ぐらい余ってるんですよね。これちょっと先生と相談して今回出してもらう薬の量をちょっと減らそう。じゃないとなんかもったいない。はい、ぼんちゃん、はいよ、順番ですよ。ぼんちゃん、ぼんちゃん、ぼんちゃん、はい、ぼんちゃん、ぼんちゃん、ジャン君。今日はまだ今27度ぐらいだそうです。エアコンはついているんですけれども微妙ですね。外のこの明かりですね、ここからは結構な、熱気を感じます。まあそれは東向きということだからなんですけどね。でジャン君はノートの上ですね、ノートパソコンの上、久しぶりに乗りました。ちょっとなんか文字打たれてるね。はい、大丈夫。ここが気持ちいいのならばそうしてください。ジャン君最近の定位置のテーブルの下はね、撫でにくいです。ジャン君。手が届きにくいです。